はい、こんにちは。はい、今日はね、カメラのね、ホワイトバランスをちょっと勉強したいと思ってきております。このようなね、カード、白、グレー、ブラック、アマゾンで5、600円だったかな、たんで、これでね、ちょっとホワイトバランスをマニュアルでカスタムになるのか設定して撮っていきたいと思います。ちょっとセットしてるけどね、やり方わかんなくて緑色になっちゃったこれでしょう、ホワイトバランスセット、これかセットでしょう。このグレー入れてみますね。こうか、これでいいのか、これでちょっとセットボタンを押すけど、もうちょい離れてる方がいいのか、ちょっと片手じゃできないんでスマホ切ります。なんかやってたらホワイトバランスの取り込み成功しましたって何やってたんだろうな。なんかこのカード使っちゃうとね、取り込めないんだよな。そこの柱のグレー、あれだったら取り込めたんだけどね。なんかね、想定外の鮮やかな色だと取り込めないとかって今説明書見てたら書いてありましたね。よくわかんねえな、とりあえず撮っていきましょう。このカードでね、ホワイトバランス取れました。こんな感じでね、ちょっと距離空けて少し望遠でやってみたら取り込み成功しましたね。よくわからんなね、今回ね、ホワイトバランスの勉強するのにスマホのアプリ、面白いのあったんで入れてみました。これね、ライトスペクトラムって言って、色温度、このパカ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 変化してるのがケルビン。面白いっしょ。これとね、ちょっとカメラと比較しながらやってこっかなと思います。それとね、フィルムカメラ用で使ってるソフトが、これじゃないな、これか、ライトメーター。ここでね、フィルムの感度を100とか400とか合わせて、手前側とこうやるとね、あの F 値 2.8 だった場合はシャッタースピードが250とか、なかなか便利なんですよね、これ。なんでね、ホワイトバランスこだわってるかというと、オートで撮ってるとですね、こういう日の光の強いところから影の方に入ってくるとね、このカメラバタ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 暴れるんですよね。例えば明るくなったり暗くなったり、画面が、それが前回顕著に出てたんで、ちょっとカスタムホワイトバランスでやってます。手ブレ補正のソフトを使って、果たしてどれぐらい補正効くのか。さすがにこれ登ってね、ジンバルみたいにソフトでかけられるんならすげえなーと思うんだけどねまあ無理だろう。なんか花が咲いてますね。どっか太陽の当たるところがあれば写真撮るんだけどな。ここがいいかな。このレンズね、すごい寄れるんですよ。これもうレンズにくっつくところだからね。
はい、頂上到着。いや、広いところ来たんでね、超広角で撮っていきます。いや、風が強くてね、実はね、布団干しっぱなしで来ちゃったんですよ。布団がね、吹っ飛んでないか、布団がね、吹っ飛んでないかね、気になるんですよね。撮るものがないな。いや、山に登ってきたけどね、撮るもんないわ。とっとと降りようと思います。はい、ちょっと休憩します。座ってるとこの真ん前にね、イノシシの罠がある。勘弁してくれよ。あのね、今日手ブレ補正キリにしてるから、ソフトで編集するのにね、三脚持ってきたんだけど、トラベル三脚何も使わなかったな。一回使っただけか。このトラベル三脚ね、小さくていいんですよ。ただね、キャンプ動画とか撮るときはこれ使わないですけどね。時刻がもう15時半ぐらいになったかな。だいぶ涼しいですね。さて、とっとと降りますか。はい、山から降りてきました。あのね、目の前をね、イノシシがね、猛ダッシュで走り抜けてったんですよ。距離的に私の前6、7メートルかな。すげえびっくりした。ちょうどね、後ろを散歩してた人が犬連れてたんですよね。多分それで匂いかなんかで感づいたんですかね。ああ、びっくりした。ちょうどいいところでカメラ止めてたからな。ああ、残念。このね、スモールリグのグリップすげえいいですよ。握りやすい。ちょうどこんな感じで持ってるからね、小指までちゃんと引っかかりますね。それでこのズームレバーもね、特に干渉しなかったし、このケージはいいわ。ログ撮影で撮ってね、色味をね、シネマチック、そんな感じに仕上げたいんですよ。ただこのケージとかつけてでっかくなっちゃったから、 S5 でいいかなとも思うんですよね。あっちの方が断然もう画像とか手ブレ補正とか強力ですしね。ただ AF の迷いがね、どうにもなと思って、それでソニー買ったんですけどね。今日はね、大した映像も撮れなかったし、なんか疲れちゃってるからね、山歩くのも大変でしたよ。はい、それじゃあ今日は失礼します。電線入っちゃった。はい、じゃあ今日は失礼いたします。